ちは、今日はですね、ヤフー知恵袋にあった質問に答えていきたいと思います。空調服はどのくらいの頻度で洗うのが良いでしょうか。1日8時間労働で週5回5日着用します。工場内での軽作業であまり汗がかかないですということなんですけども、できればですね毎日洗った方がいいと思います。8時間着てるということなので、できれば毎日洗っていただいた方がいいとは思います。どんなタイプの空調服を着てるかちょっとわからないんですけども、普通のですねツイルとかのものであれば汚れも非常に落ちますし、毎日洗うのが一番いいのかなと思います。で、汗かかなくても外が汚れちゃうんで、できればですね着たらすぐ洗うようが一番清潔で、周りにも不快なイメージを与えなくていいんじゃないかなと思います。